きつれ川信氏は、江戸時代後期の大名、下津家きれ川藩の第十代藩主、細川忠史領の長男で、署名は細川高恒。安政五年12月24日、きつれ川藩第九代藩主、きつれ川博士氏の婿養子となる。もともと、博士氏には、同じ細川家から迎えた、養子氏の騎士がいた。しかし、安政年月、 広ロ氏は、騎手との養子縁組を解消した。一説には、騎手が、きつれ川家を継ぐのを嫌がり、藩から脱走したためとされる。そこで、広ロ氏は、改めて同年12月に同じく、宇都ホソ川家から、コウを養子氏に迎えたのである。万延元年12月1日、将軍、徳川家持に、おまみする。文久元年12月、家督を相続する。 文久2年5月3日、死去、去年29。下津家吉鶴川足利家父、大部官によれば、吉は、細川雅楽助行男、一方、平成新州旧家族家系体制では吉は、細川正しい夫とあって、資料によって記述が異なる。日頃と細川家父では、皇王の子女として通り方と定量とあり、定量の子女に、高常、高則、 広ロの三人が傷つされ、ヨシは定量の長男となっている。ちなみに祖父にあたる、皇は、江戸大名母双乱の775ページによれば、ヨシの生まれる、以前の文政10年1月25日に死去している。ありがとうございます。